国会では野党側が政治とカネの問題や旧統一教会との接点をめぐり秋葉復興大臣を更迭するよう求め追及を強めています。総理大臣がご決断されて交代させたほうがいいんじゃないですか。さまざまな疑念、指摘されているというのであるならば説明責任をしっかり果たすべきであると。 秋葉大臣は国会での答弁準備に当たるため昨日予定していた被災地への視察を取りやめたことを陳謝しました野党側は秘書に選挙運動の報酬を支払っていた疑惑のほか旧統一協会主催の会合への出席についても問いただしましたが秋葉大臣はいずれも否定しました岸田総理は改めて説明責任を果たすべきだと強調しています